ミキコの部屋始まるよ。8月16日水曜日、時刻は13時30分を回りました。今週もミキコの部屋、どうぞよろしくお願いいたします。お相手しますのは川満ミキコです。毎週素敵なゲストをお迎えし、ゲストさんの活動や今後の活躍を応援していく番組となっております。ランチタイムを終えて午後のお仕事、そして夕方までの気分をリセットするこの時間帯、皆様にとっても楽しいひとときとなりますように。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンのホームページでは動画配信もされております。ツイッターも連動しておりますので、よかったらツイートお願いいたします。そしてスマホをお持ちの方はぜひ無料アプリリッスンラジオをダウンロードして聞いてみてください。全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲していただくと、ラジオ感覚でこの番組の生放送がお楽しみいただきます。ぜひお試しください。さて本日も素敵なゲストさんをお迎えします。もう間もなくお目見えになりますよ。はい、どちら様ですか？こんにちは。こんにちは。お名前をお願いします。はい、私は、はい、根上夢乃です。はい、金城梨紗子です。はい、びっくりしましたね。突然現れてありがとうございます。ご紹介しましょう。本日のゲストさん、ユニット名夢梨紗のお二人、根上夢乃さんと金城梨紗子さんです。ようこそ、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お待たせしましたね。長い間玄関先でお待ちになってたかと思いますが、ようこそいらっしゃいました。ようこそでしゅ。お二人は、現在県立芸術大学で声楽を勉強されてるんですよね。はい、はい、大学の今は夏休みですか？はい、夏休みです。本当、はい、空中が休み、8、9が休み、8、9が、あ、じゃあ休み、まさにこの夏休み真っ只の中、お忙しいとは思いますが、忙しいのかな。でも県芸忙しいよね。あの夏休みといえどなんだかんだ集中講義があったりいろいろあるかと思いますか。はい、はいはい、ありがとうございます。あります。ではでは、せっかくなのでお二人には自己紹介をしていただきましょう。じゃあ普通の紹介、自己紹介では面白くないので歌って紹介してみる。そうそうそう。歌えるさ、すぐ。さっき発声練習してなかったろ。ごめんごめん、驚かして。まずお名前と、在籍している専攻、あと学年で出身地、もし、じゃあそして嫌いな食べ物、苦手な食べ物とかあればそれも聞きましょう。で趣味があれば教えていただけたらなと思います。誰からいきますか？どうぞ。どうする？私から。はい、兄ちゃんから。どうですか？私からどうぞ。はい、私の名前は、はい、根上夢乃です。はい、在籍は、うん、沖縄県立芸術大学という首里にある学校で、はい、声楽を専修して、声楽を勉強しています。はい、何年生ですか？大学院1年生です。おい、大学院1年生。はい、出身地はうるま市の石川で、石茶です。石茶。ありがとうございます。はい、石茶です。嫌いな食べ物というのはちょっと考えたんですけど、あんまりちょっとなくて、強いて言えば、はい、このちょっと椎茸がちょっと苦手かな。あの、ね、好きな食べ物聞こうと思ったんだけど、好きな食べ物多分山盛りあるだろうなと思ったから、逆に苦手なものがあればなと思って。椎茸苦手、なんか食感が。わかりました。苦手。はい、はい、で趣味ありますか？趣味は映画鑑賞。最近見た映画は？最近は映画館に直接ライカムに行って、あのメアリーとなんとかの花を、なんとかの花ジブリのジベリー、うん、すごく綺麗だったので皆さんもシアターでぜひ。何の宣伝とか、はい、ありがとうございます。はい、そっか、夢、映画鑑賞が夢の趣味なんだね。はい、ありがとうございます。はい、そしてじゃあ続きまして、はい、梨紗子さんいきましょうか。はい、はい、金城梨紗子です。同じく沖縄県立芸術大学の大学院1年生
です、はい、出身は灰原町で、うん、今灰原のミスカスリをしています。すごい。そちらでもよろしくお願いします。じゃあ後半はカスリでよろしく。今日は衣装チェンジが衣装チェンジがあるかもしれない。自分で着物着れるの？いや着れないんかい。着れないんですけど。着れないんかい。いつか勉強したいなと思ってます。わかりました。灰原町のカスリの女王。はい、カスリの女王をしています。知ってた？初耳だな。すごい。応援に行きました。へー、そうなんだ。すごい。はいはい。そして、苦手な食べ物は同じく悩んだんですけど、うん、この前までは、うん、あの緑の野菜全部ダメだったんですけど、お子ちゃまやな。二十歳超えて、はいはい、うん、あの食べれるようになって、ゴーヤーは大丈夫、大丈夫になりました。ピーマンさんは大丈夫？大丈夫です。ナーベーラーは大丈夫？食べれます。逃げた、苦手な人多いよね、はい、ほうれん草とかもじゃダメだったんです。すごい。どんなして克服したの？初めはいやいやながら食べて、うん、えいって食べたら、はい、いけるかな。最近やっと。そうなんだ、はい、なんか二人緊張してるね。よし、これからほどいていくぞ話者が。まあまあまあ、ね、このラジオを聞いてる皆さんにもね、お二人の紹介からということで、ちょっとお二人にはそれぞれに自己紹介をしていただいたんですが、もう先に曲いきましょう。緊張ほぐすためにもね、じゃあもう梨紗子さん、ちょっと元気を出させてくださいな。梨紗子さんのおすすめ曲、まず1曲目紹介してもらいたいです。今日は何を選んでますか？今日は、スマップの、はい、バンバンバカンスという曲を、ね、この夏のこの、ね、昼間の中、ね、弾けた感じでいいんじゃない、はい、じゃあこれは、もともとスマップが好きで夏だからこの曲みたいな感じの選曲なんですか？はい、そうです。いいね。じゃあ曲紹介、梨紗子さんお願いします。はい、スマップでバンバンバカンス。
パリーン、はい、お届けしていますのはみきこの部屋。本日は夢梨沙の根上夢乃さんと金城梨沙子さんをお迎えしてます。ありがとうございます。預けてるかい。イエーイ。元気ないな。さっきからね、あの夢梨沙夢梨沙っていうんだけど、お二人が最近からですか、あのそれぞれ多分一人一人でいつもねコンサートに出てたりとかするんですけど、はい、二人で活動しようかみたいので始まったのが夢梨沙って合ってる。はい。さあ誕生秘話を教えてもらおう。あるらしいから。どんなして誰がやろうとかなったの、なんか適当なんか。誰だろうね、元からなんか仲良しだったんですけど、うん、全然出身地は違うけど大学の入学式だった、なんかビビッときたとか言ってたよ、有名な人が。梨沙子、梨沙子に会った時にビビッときたんですみたいな、このこいつだと思って、うん、仲良くなったんだ。なんか一気に、はい、で最近になって一緒に何かやりたいなっていうことで始まったのが夢梨沙。はい、そうです、ね、で夢野の夢と梨沙子の梨沙、はい、で誰が決めた、適当に。なんかいろんな、うん、なんかちょっとおしゃれな、うん、あのコンビ名にしようよみたいな感じだったんですけど、うん、結構イタリア語とかフランス語とかネットで調べて、うん、カノンとか何があったかな、なんかの神様の名前とか、うん、ミューズとかね。犬によくつけるような名前みたいな。でもバッチリじゃん。あの私なんかのフライ、あなんかじゃない、ごめんなさい、フライヤーを前見た時にかわいいこの子たちと思って、なんかブルーのドレスと赤いドレスを2人がつけてて、なんかカメラを下からなんかニヤってなんかね覗き込んでる。何この、あの新しい感じの、このそしたらね、梨沙子さんと夢乃さんだよとか、あはー、それで夢梨沙みたいな、すごくなんか興味というかなんかいいなと思って、新鮮さと。でぜひ私も2人のコンサート行きたいなと思って今度行きますので、その紹介してもらおうかな。近々なんかあるんだよね。はい、はい、うん、今週末の日曜日、うん、8月20日日曜日の15時から、はい、那覇市首里にあるリリーローズというカフェでカフェコンサートを行います。限定40名、限定40席で、はい、おかげさまで完売、満員御礼、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、デビュー日なんです。そうか、デビューか。そうなんだ。じゃあ私デビュー見に行くからね、楽しみにしてますよ。はい、じゃあちょっとまた夢梨沙の話後で聞かせてほしいんですが、はい、この番組での唯一のコーナーに突入させてください。はい、おいしいものシャイコー、イエーイ。さあ今日はですね、宜野湾市内泊にありますレーゲンスというケーキさん、ケーキ屋さん知ってる？ね、ドイツ菓子の一応専門なんだけどさ、私大好きだわけで、今日はあえて夏なのでココナッツプリンというのを選びました。目の前に用意してますが、よかったら開けて食べてもらいたいと思います、ね、さっきさ嫌いなもの聞いたの一応これだわけ。あのなんか嫌いなもの、今日ねココナッツが入ってるから、ココナッツ苦手だったらやばいなと思って、一応2人に食べてもらいたいと思います。さあ食べて、ラジオの向こうの方にその美味しさをお届けくださいな。美味しい以外の言葉で表現してみよう、どうぞ。いただきます、はい、無言にならないように。それもどうだ、うん、かすりの女王どう、なんか、うん、プリンだったので、うん、もっとプルプルかと思ってたら、なんか結構スルーと。本当？上これなんだろう、いちごジャム？ちゃうな、クランベリー？なんだろうな、いちご、いちご、いちご、ね、いちごな気がします。女子にはいけそうな、いいでしょう、なかなか、はい、マーサンド、マーサンド、マーサンド、有名から一言、マーサンド、マーサンド。かすりの女王はどうだ、ボーノ、ボーノ、素晴らしい、ちゃんとイタリア語が使いましたね、やっぱり。 OK です。じゃあこの美味しいものを食べながら、今度は夢乃さんの方から何か曲を紹介してもらいたいんですが、もう一曲お持ちしてますか。はい、ゆっくりご紹介ください。はい、次にお送りする曲は、はい、私たちの大学の師匠で、はい、います、はい、五郎部敏郎先生の、うん、
曲を、はい、歌声をぜひ聴いていただきたいなと思って、はい、お願いします。持ってきました。はい、聴かせてください、はい、曲名多分、うん、作曲者から言ってみようか。作曲者は、うん、ディリン・デルリ作曲、春よ。よく言えました。じゃあ聴いてみましょう。お願いします、はい、リズミカルです。ブラボー、お届けしました曲はテノール五郎部敏郎先生の歌声で、はい、夢野さん。春よです。あ、誰の作曲、はい、チリンリルリです。難しいよね。ありがとうございました。ここであと、いただきましたメールをちょっとご紹介させてください。宜野湾市にお住まいのスターさんより、番組の最後に言っている言葉は何語ですか、また何と言っているのですか、なんかかっこいいのですが英語ではないなと思ってという、メールをいただきました。今日の番組の最後にも言うつもりなんですけれども、これはイタリア語です。チャオアラプロセマセッティマーナ、また来週お会いしましょうっていう意味で、イタリア語で綴ってます。私がねイタリアに住んでた経験があったので、ぜひ番組のエッセンスとしてちょっとイタリア語も感じてもらえたらなと思って、エンディングテーマは、イタリア語カンツォーネでも有名なボラーレ、子供たちが歌っている、かわいい音源があったので、それに乗せて、この番組を締めています。今日もね3人でできたらいけたらいいなと思っています。はい、はい、宜野湾市お住まいのスターさん、ありがとうございました。ありがとうございます。なんかね、こんな感じで私に対してとか番組に対して質問があれば、可能な限りご紹介答えていきますので、メールの方お待ちしてます。よろしくお願いします。先ほどもありましたが、今週末日曜日か、リリーローズの方でゆめりさんのコンサートがありますね、はい、で一つだけ私もちょっと紹介させてください。沖縄出身でディズニーの、モアナ の伝説の声優に選ばれた矢吹智乃さん、はい、沖縄市出身なんですけど、今度この土曜日に、沖縄子どもの国のイベントがあって、来るそうですよ。沖縄初というかね、30分ぐらいの、ね、ステージを組むってたので、よかったらね皆さん行ってみてください。親子で楽しめると思うし、私も応援に行きたいなと思っております。さてお二人、先ほどリリーローズの話をしましたが、ゆめりさんの活動はこのリリーローズのコンサート以外はなんか予定してるのありますか？これから、はい、楽しみだね。いろいろ、はい、そうだよね。もうまずデビューを飾ってからだね、はいはい、反響なり反響を何曲ぐらい歌うの？ずっと二人で歌う？一
一人で歌ったソロもあったり、うん、あとピアノの子の伴奏誰、砂部彩斗くんという同じ大学院の1年生の男の子になります。読谷村民です。読谷村、石川、石川、うるま市石川早原、はい、いいですね。いいんじゃない、沖縄縦断です。縦断ですね。いいんじゃない、もう石川でもやって早原でもやって読谷でもツアーやってもいいんじゃない。いいかもしれない。さて、じゃあ個人的 なんか活動があればここで紹介してみてください、はい、ありますか、はい、私が、はい、9月7日から首里にある観音堂というお寺で、うん、はい、演奏会を行います、はい、うん、お寺はピアノがないんですけど、うん、グランドピアノを持ち込んで、聞いた聞いた、グランドピアノ持っていくって言ってた、そういえば、はい、という企画で参加させていただくことになりました。で、梨紗子さんは歌うんだよね。はい、何歌うの、はい、ちなみに、沖縄の曲を 2,3 曲歌って、あとちょっとイタリア語の曲と日本語の曲を歌おうかなと思ってます。楽しみ、はいはい、そして夢野さんは何かありますか。私は、うん、ないよね。ないね、誰に聞いてるの。あ、じゃあ11月にあ、そう、大学、あの沖縄県立芸大は毎月、はい、あのいろんな学内演奏会を行っているので、うん、そこに私たちも出るのでぜひ。これは学内演奏会、はい、そうです、11月にあるということで、検索したらいっぱい出てきます。すごいすごい、沖縄県立芸大で、はい、チェックチェキラーだね。チェキラー、 OK、 ありがとうございます。もうね、2人でも20代はい、でしょう。じゃあやりたいこと何でもできると思うので、怖がらずにガンガン行っちゃってください。頑張ります。やりたいなと思ってたらもうあっという間だよ、うん、やりたいなと思ったらどんどんやっていってほしいなと思ってます。はい、お二人の今後の活躍ね、心より応援してます。頑張ってくださいね。頑張ります。はい、よろしくお願いします。また遊びに来てもらいたいとは思ってるんですけれども、またお声かけしますからね。お一人でも来てほしいし二人でも来てほしいので楽しみにしててください、はい、来週も、素敵なゲストを私は予定しているんですけれども、来週は、小学生がまた来ます。先週もね、小学生だったんですけど、今度は最年少になります。1年生と3年生、どんな方になるんだろう、楽しみ。あのね、子供たち今夏休みということで、ね、あの夢野さんと、梨紗子さんもそうなんだけど、夏休みならではの人たちを今月はね、あのお招きしたいなと思って私は声をかけました。来週も皆さんお楽しみにしててくださいね。はい、この曲が流れてまいりますと、そろそろお時間なんでございます。お二人どうでした。あっという間でしたけど、楽しかったね。あっという間でした、ね、あっという間だ。なんかガタガタ出たけど、はい、もっと次回はもっとゆるゆるでいこうね。さあ皆さん、来週もまた同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。お相手しましたのは川光美希子でした。チャオ、アラプロスマセッティマーナ、チャオ。